皆さんこんにちは、翔天です。今回はですね、今週末日曜日に行われる J2 第33節試合前プレビューについて注目の3カード紹介させていただきたいと思います。おそらく昨日土曜日に行われる J2 第33節試合前プレビューのね、注目の3カード紹介させていただいたんですけど、まあ今週はね、J1 リーグがないということもあり、まあ J2 を計6試合ね、紹介させていただきたいと思います。まあ佳境を迎えた J1 昇格争いと、まあ J2 の残留争いっていうところになっておりますので、まあそこを深掘って今回紹介していきたいと思います。このショータイムはですね、年内1万人を目指して毎日投稿している中、9月目標4000人を達成いたしまして、10月の目標6000人に向けて毎日投稿頑張っていますので、まあ年末にはね、豪華ゲストを招いて、このショータイムを頑張っていきたいというところで、まあ今のうちに J リーグサポーターの方々は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ということでですね、早速、1試合目の方から紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、早速1試合目の方から紹介していきます。1試合目が、松本山が SC 対栃木 SC の試合について、今回紹介していきたいと思います。まずはですね、いつも通り試合前の順位から紹介させていただくと、ホームの松本山が7勝10分け15敗、勝ち点が31、得失点がマイナス26という形で19位に位置づけております。対するアウェーの栃木 SC、7勝12分け13敗、勝ち点が33、得失点がマイナス11という形で15位に位置づけております。まあ、残留争い直接対決ということで非常にね、見物の、カードになっておりますので、今回取り上げさせてもらいました。続いてですね、この両チームの前節の試合結果というところをお伝えさせていただきますと、松本山雅 SC は前節、ジェフナイテッド千葉と0対0のスコアレスドロー。栃木 SC はオミアルディージャに1対3で敗北を喫した形になっております。まあ、前節松本山雅 SC 格上の千葉に対して価値ある勝ち点1を取れたっていうところは、とてもね、評価すべき点なのかなと感じております。まあ、しかし内容というところはほぼ真逆の状態にあり、ジェフナイテッド千葉のシュート22本に対して、まあ、5本しか打てていないという、まあ、攻撃力の、まあ、なかなかね、攻撃までいけていないという現状がありますので、まあ、このね、もちろん、シュートを22本打たれて、まあ、無失点で追い出したっていうところは素晴らしいところではありますけど、まあ、このシュート5本というところを今後ね、改善していくべき点なのかなと感じております。またですね、この山賀の強みとしてセットプレーというところがありますので、まあ、セルジーノ選手のキック含めて、まあ、このね、セットプレーに持っていくためにも、まあ、ゴール前だったり相手の陣地に入った中ではしっかりとね、積極的にシュートを振っていくっていうところも、まあ、この山が必要なところなのかなと感じました。対するアウェーの栃木 SC というところは前節、大宮アリジーチャとの残留争い直接対決に敗れてしまい、まあ、連敗を喫した形になりました。まあ、こちらはですね、先ほど話した松本山賀とは真反対の話にはなるんですけど、まあ、大宮アリジーチャシュート22本を打っているだけに、まあ、一得点止まりになってしまったという、まあ、この決定力不足というところが、まあ、この大宮アルディジャに今ある、課題なのかなと思いますので、まあ、シュート打てているというのはもちろん素晴らしいことでありますけど、まあ、枠内に飛ばすことだったり、まあ、決定力っていうところを上げていくのが、まあ、今節の課題になってくると思います。山賀としてはシュートをね、まず打てていないという現状がある中で、栃木 SC としては、まあ、シュートを打てていますけど、まあ、結果的には決定力が、不足しているという状況にある、まあ、両チームね、決定力不足が問題の中、まあ、どのような試合展開が行われていくのかっていうところで今回取り上げさせてもらいました。まあ、この残留争い直接対決というところで勝った方はですね、まあ、大きな勝ち点差を手に入れるということで、まあ、回想そこから積極的な、展開が行われていくのかなというところで、まあ、非常に面白い試合になると思いますので、まあ、今回、1試合目として松本山雅 SC 対栃木 SC の試合を今回紹介させていただきました。はい、ということでですね、続いて2試合目は愛媛 FC 対ビファーレン長崎の試合について今回試合前プレビューしていきたいと思います。まずは同様、こちらも試合前の順位から紹介させていただきますと、ホームの愛媛 FC、6勝11分け15敗、勝ち点が29、得失点がマイナス22という形で22位に沈んでおります。対するアウェーのビファーレン長崎、20勝7分け5敗、勝ち点が58、得失点がプラス14という形で3位に居続けております。長崎が昇格争い VS、愛媛 FC が残留争いということで、両者ね、負けられない一戦になることが予想されます。参考程度に前節の試合結果紹介させていただきますと、前節愛媛 FC はブラブリッツ秋田と対戦して2対0の快勝。ビファーレン長崎は京都サンガ FC にこちらも2対0の大勝を収めた形になっております。まあ、前節愛媛 FC というところはブラブリッツ秋田と対戦し2対0で大勝を収めたことにより、6試合ぶりの勝利で残留に望みをつなぐ大きな勝ち点3をゲットすることができました。まあ、前節というところは守備のね、安定も見られて、まあ、無失点で結果的には2対0で終えれたという現状もありますので、まあ、守備の安定含めて、このね、攻撃力の高いビファーレン長崎相手にも、
まあ、今節も無失点で終えられることっていうところが一つのね、注目ポイントになると思います。まあ、愛媛 FC 非常に、ね、残留争いをしている中で難しい対戦相手というところで、まあ、次節から琉球、ジュビロ磐田、京都さんが FC というね、まあ、非常に、難しいカードが組まれている中で、まあ、この試合、ビファーレン長崎戦は何としても勝ち点3が欲しい試合になってくると思います。対するアウェイのビファーレン長崎は前節、まあ、見たかと思うのではないかというところで、京都さんが FC との注目の上位対決に勝利することができました。首位京都からシーズンダブルを達成して逆転昇格へ望みを繋いだ、まあ、大きな勝ち点差をねゲットすることができました。まあ、このね京都さんが SC の勝ちを無駄にしないように、まあ、今節も下位相手と非常にね難しい戦いになることは予想されますけど、まあ、下位相手にしっかりと勝利をして3連勝で昇格権追走していきたい、まあ、今節の戦いになると思います。まあ、愛媛 SC としてももちろんね残留争い非常に苦しい状況ではありますけど、まあ、長崎としても、一試合もねもう落とせない状況が続いていく中で、まあ、今節この愛媛 FC との対戦になりますので、まあ、両者の残留と昇格の思いがぶつかり合う非常に面白い試合になるということで、今回2試合目でこの愛媛 FC 対ビファーレン長崎の試合前プレビュー紹介させていただきました。はい、ということで今回ラストの3試合目の方を紹介させていただきたいと思います。ラストは京都さんが FC 対 SC 相模原の試合について今回試合前プレビューしていきたいと思います。まあ、このカードを聞いただけでうずうずするのは僕だけではないのかなと思いますけど、まあ、今回ねラストに、この京都さんが FC 対 SC 相模原の試合持ってこさせていただきました。まずはですねこちらも試合前の順位から紹介させていただきますと、ホームの京都さんが FC 20勝7分け5敗勝ち点が67得失点がプラス24という形で2位に位置づけております。対するアウェーの SC 相模原6勝11分け15敗勝ち点が29得失点がマイナス16という形で21位に沈んでおります。まあ、こちらもね愛媛 FC 対ビファーレン長崎同様、まあ、京都さんが FC は J2 優勝だったり J1 昇格へ向けて戦う中、 FC 相模原としても何としても今季残留を決めたいというね、まあ、昇格と残留の思いがぶつかり合う、まあ、勝ち点を両者を奪っていきたいという一戦になっております。参考程度にこちらも前節の試合結果紹介させていただきますと、前節京都さんが FC 先ほど紹介した通りビファーレン長崎に0対2の敗戦、 FC 相模原は前節水戸ホーリーホークと4対4のドロー決着というね、まあ、非常に乱打戦にはなりましたけど、まあ、ドローで終える形となりました。まあ、2試合目で話したビファーレン長崎と戦った京都さんが FC は、まあ、前節ね注目の上位対決に敗れて、まあ、結果的には首位陥落という形になってしまいました。まあ、先制点を取られた中で後半、京都さんが SC が押し込む展開は長く、まあ、攻勢をね強めていったものの、まあ、結果的には、自賀純也選手と上中選手のね、まあ、コンビ、2トップにやられてしまい、まあ、カウンター1本で追加点をやられてしまうという、まあ、非常に難しい展開になってしまいました。まあ、正直ねあの上位対決ということで緊張感もある中、まあね、得点を取りに行かなければならないというね、まあ、攻めの姿勢が裏目に出てしまった、まあ、ああいう失点にはなってしまいましたけど、まあそういうね攻めに行くっていうねこの京都さんが FC の強気な姿勢は崩さずに今節以降も戦っていってほしいのかなと感じております。この京都さんが FC としてはこれから目指していく J2 優勝だったり J1 昇格へ向けて、まあ長崎同様連敗を許されないという姿勢になりますので、まあここはね何としても勝ちを掴んでいきたいこの FC 相模原戦になると思います。対するアウェイの FC 相模原というところは前節水戸ホーリーホークと4対4の乱打戦を行い、結果的にはドロー決着となったものの、勝ち点1をもぎ取ることだったり、まあ、新加入の小玉選手のね、2得点の活躍など、まあ、収穫の多い試合ではあったのかなと思いますので、まあ、もちろん失点を減らしていくっていうのもそうですけど、まあ、それ以上に、この収穫の多かった前節の水戸ホーリーホック戦になりました。まあ、ここからですね、京都さんが FC、モンテディ山形など、まあ、上位対決が多い中で、まあ、このね、上位陣相手にいかに勝ち点をもぎ取れるのかっていうところが、まあ、この FC 相模原の残留への道となっておりますので、まあ、ここはね、今節も京都さんが FC に対して、まあ最低でも引き分け、まあ、もちろんね勝ちを狙っていく上で勝ち点を奪っていければいいのかなと思っております。もちろんですね上位対決注目の上位と上位の、まあ、昇格争い直接対決というのも面白いですけど、まあこういうね昇格を目指す側と、まあ、残留を目指すというね、まあ、目標は違えど、まあ、勝ち点さんが欲しい試合には変わらないのかなと思いますので、まあ今回3試合目として京都さんが FC 対 FC 相模原の試合について試合前プレビューさせていただきました。はい、ということでですね、今回は今週末日曜日に行われる J2 第33節試合前プレビューについて注目の3カード紹介させていただきました。おそらく昨日の動画では、今週末の土曜日に行われる J2 第33節の3試合を紹介させていただいておりますので、まあそちらもまだ見てない方は見てほしいなと思いますし、まあ今日はおそらく日本投稿ということで初めての J3 リーグの試合前プレビューをやっていきたいなと思いますので、まあそちらも気になった方はチェックしてくれたらなと思っております。ということですね。今日もご視聴ありがとうございました。
この動画になって思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあ、年内1万人に向けていよいよねラストスパートということで、まあ、年末にも豪華ゲストをお迎えしてこのショータイムやっていきたいなと思いますので、まあ、ひとまず週末の J リーグも皆さんで楽しんでいきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バーイ。